非常にですね、スクーターとしては125という枠を超えた、まあ、ビッグスクーターというわけではないのですが、ちゃんと大きなポジションで窮屈なくゆったりと乗れます。ただ車体自体はちゃんと 125cc なりの大きさ、手軽さとゆったり感と、そんなところを持ち合わせております。後ろどうですか？快適ですよ。何快適です？山下公園でございます。 125cc の PCX でのんびり日本丸から氷川丸まで来ました。この後山下公園の方に向かっています。このね、山下公園あたりを探索するにはですね、まあ、この辺だったら高速も乗らないので、この大きさ感、手軽さ感、2人乗りでねしていても手軽だし、これから山下公園の方に入っていくとちょっと道が狭くなっていくんでね、そんなところは125ならではの良さが出てくるんじゃないかなと思います。今回はですね、こちら、みなとみらいにやってきております。あそこにコスモワールドの観覧車があり、ランドマークタワーがあり、もうね、最高の観光スポットです。そこに今回はこちらの新しくなった PCX を乗ってきました。後ほど PCX160 の方もご紹介するので、そちらもお楽しみにしててください。ということで、まず先にこちらの 125cc マシンを見ながらスペックの方を紹介していきたいと思います。エンジンは水冷4クロック OHC 単気筒、後排気量は 124cc、 最高出力が 12.5 馬力の8750回転、最大トルクが 12Nm の6500回転、シート高は764mm、 車両重量が 132kg、 そして価格の方が 357,500円となっております。全モデルからのね、大きな違いは、まあ、あのエンジンを新設計したというところで、パワーというよりは、まあ、パワーももちろん、ちょこっとだけ、ほんのちょこっとだけ、前回が 12.2 馬力だったのが今回12.5 倍になったのと、あとはね、環境性能、まあ、これからのね、現代に必要な環境性能をすごく配慮された車両となっております。あとはですね、前回 125cc の方には PCX150 には付いてたんですけど、 ABS が、全モデルだと125には付いてなかったので、こちら ABS が 125cc にも装着され、そしてなんと本田さんのホンダセレクタブルトルクコントロール、いわゆるトラコンが今回の PCX から、付くことになりました。まだね、先ほど乗ってきたんですけど、さすがにトラコンを試せるほどね、荒々しい走りはしてないので、ちょっとトラコンは試せてないんですけど、これですね、トラコンのボタン、これで、トラコンの効いた時におそらく点滅があるのかなと思います。オフの部分もあるので、これでオンオフもできるかと思います。じゃあこちら PCX のポジションの方見ていきたいと思います。乗るときはですね、いつも普段マニュアルのバイクだとこうやるんですけど、スクーターはやっぱこう行けなくはないんですけど、せっかくこうくぼみがねここにあるので、ここはあえて使って前から足を通していきたいと思います。
身長160センチの私小鳥ちゃんの足で、お、両方の母子球がねちょうどぴったりつく感じですね。あのまたがってシートの前の方に座った状態でちょうど母子球がつく感じなので結構安定感があっていいなと思います。車中も軽いのでね、結構あの女性の方でもひょいひょいって乗り回せるんじゃないかなと思います。ただあの ADV150 の時にも言ったんですけど、走る時はねやっぱねこのシート先端はちょっと硬いので、あと結構キュッとなってるので、走ってる時はね私はやっぱり一歩お尻はずらした、一歩ずらすとちょっとね足つきが著しく悪くなっちゃうので、ね、そうね足つかないね、両足つかないので乗る時は前で乗って発進してアクセルを開いたら後ろに一歩いつもずらすようにスクーターは乗ってますね。男性の方だとどうなの、最初から後ろに乗れるのかなそこは人によるかと思いますが、ここがねちょうどいい絶妙なこのタンデムシート、この何ライダーの運転するライダーのシートからタンデムシートにかけてのこの段差がね本当に絶妙で、ここにちょっと軽くお尻当てるぐらいな感じで座るとお尻のフィット感がねとってもいいです。はい、ポジションはまあスクーターなので本当に手を下ろして軽く握るっていう感じで、きつくもなく、かといってダルダルになるでもなく、ちょうどいいね、程よいポジション、まあ、そこはやっぱりね PCX2009 年に発売されて結構構築されているんじゃないかなと思います。パワー感は、まあ、125cc 慣れの程よいパワー感で、さっき丸山さんとタンデムしながらこの港未来周辺を走ってきたんですけど、ほんとね港未来とか交通量の多いところだと、あんまりパワーのあるバイクよりはこれぐらいね 125cc でクイックに走れるバイクの方が全然ね楽だと思います。あのスピードもね高速乗らないのであればこの 125cc で全然街乗っててパワー不足を感じることもないので、一番ねメスにぴったりな場所を本田さんは今回選んでくれたんじゃないかなと思います。で今回の PCX のカラーリングの方をご紹介していきたいと思います。マットグレー、レッド、ブラックメタリック、パールホワイト、シルバーメタリックの5色の展開となっております。今回試乗させていただいたこちらは、パールホワイト、正式名称でいうとパールジャスミンホワイトですね。結構ねあの遠くで見るとそんなわかんないんですけど、近くで見るとあの本田さん特有の、ま、CBR とかにも使われてるんですけど、細かいパールがファーッとついててね、これ結構私好きなんですよね。 CBR の時も思ったんですけど、こんな感じで、全モデルでの、ね、人気色はそのまま、受け継がれて今回の PCX に入っております。PCX の機能面をいろいろ見ていきたいと思います。まずはね大きいラゲッジスペースの方から、今回ね全モデルが28リットルだったんですけど、なんと30リットルにパワーアップしたみたいでこんなに広いです。ビッグスクーターだとねまあ大きいラゲッジスペースはまあよくよくあるんですけど、125でもねこんなに広いのはね、さっき私たちも撮影機材をここにドカッと入れて、あとね A4 のクリアファイルじゃないバインダーかとかも問題なくここに入れることができます。あ、これこれ私のファイル、これも問題なく入ります。まあ、仕事の移動とかでもね結構使えるんじゃないかなと思います。はい、あとこれ前回からですけど2段階ダンパーがついております。ここはちょっとさすがです。はい、でじゃあこっちのこのグローブボックス、はい、この中にスマートキーが入ってて、あ、もちろん前回から同様スマートキーが採用されております。そして今回はですねここに USB 違う USB じゃない C 端子のポートがついております。今時ですね、最近iPhone とかのね充電コードもやっぱ根元が USB じゃなくて C 端子なんですけど、それが採用されております。今時です。充電するときにわざわざスマホスタンドで充電用の
ポートをつけなくても最初から充電できるようになっております。だつけたい方はここにね、ベッド、スマホスタンドだけつければ快適に街乗りすることができるんじゃないかなと思います。はい、そろそろじゃあですね、小鳥ちゃんもですね困ってるとこなので、はい、丸山博士登場でございます。はい、お疲れ様です。見てきた PCX125 ですけど、この後まあ160もね、私の方が一緒にやりますが、ただ今回すごいのはですね、 PCX125、160、そしてハイブリッド HEV、はい、これ3種ともですねフルモデルチェンジなんですよ。同じ PCX の名前でね、スクーターだと本当にねちょっとパワー上がったかなって、ちょっとって言ってましたけど、実はなんとフレーム全部新設計、まるっきりフレームが変わってる、はい、フロントステーなんかは逆にプラスチックを使って軽量化もしている、そしてフロントのインチ数、これがまあ14インチ、リアが13インチ、ただリアの13インチはちょっと大きめの厚みのあるタイヤを使って、乗り心地とかそういうのも含めて、なんていうのかな、14インチと同じ特性にしているとか、サスペンションストロークを上げたとか、そしてエンジンの方もなんと4バルブ化ですよ。そう、2バルブだったエンジンをですねわざわざ4バルブにするっていう、まあ、この辺はですね160の方で改めて説明をするんですが、今回の PCX シリーズで今125を説明していただきましたが、なんとフルモデルチェンジ、総一新、フレームも、エンジンも足回りも何もかもが、一新したということで、かなりですね熟成が進んでいます。大きく変わったんではなく、全てが熟成されてより素晴らしい手軽なスクーターになったということで、はい、どんな人に、最後にね、どんな人におすすめですか、どんな人がどんな使い方にするのおすすめですか。そうですね、今回乗ってみてやっぱね、街走るとき、今回はこちら 125cc のバージョンだったので高速道路に乗れない排気量ということもあって、遠くに行くわけではないんですけど、街をクイックに走る方は本当にぴったりだと思います。まあ、それは年齢問わず、学生の方から社会人の方、なんなら主婦の方、ご年配の方とかの足としても使いやすいのではないかなと思います。はい、ということで今回 PCX ご紹介させていただきました。この後 PCX160 の方もご紹介させていただきますので、ぜひ皆さんそちらの方も、見ていただけると嬉しいです。それでは皆さん、今日のところはこの辺で、さよなら。ご視聴ありがとうございます。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ただいま NSTV ではチャレンジ女子アナ男子キャスターを募集しております。動画の制作スタッフも募集しておりますので、詳しくは動画の詳細欄をご覧ください。